こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。失業率が最高を記録しそうになったら公務員を増員し、失業率を強制的に下げ、年金が枯渇するまであと数年の韓国ですが、受給年齢を引き上げたら国民から払った年金を返せと猛反発が起きたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。国会年金改革特別委員会が国民年金の受給開始年齢と加入年齢を共に高める方向で年金改革を推進することにした。政界によると、年金特別委員会参加の民間諮問委員会はこのような内容を盛り込んだ年金改革の方向性と課題という報告書を特別委員会の会議に提出する予定だ。諮問委員会はこれを土台に今月末までに改革案の草案を出すことにした。韓国経済新聞が入手した年金改革の方向性と課題には、国民年金の受給開始年齢と加入年齢を調整するという改革の方針が提示された。2033年からは年金受給時期を65歳になるところを年次的に調整しながら加入年齢との連動を検討するという文句が明示された。現行の満59歳の加入上限年齢も上方修正し、受給開始年齢と合わせていくという意味だ。このために定年の延長など所得の空白を緩和する措置が伴わなければならないという内容も含まれた。1988年に国民年金が導入された当時は、退職後に年金を受け取る年齢を現行の法定定年と同じ60歳に設定していた。それを1998年の第一次年金改革によって、2013年から2033年まで5年ごとに1歳ずつ遅らせ、最終的に65歳になるよう調整された。しかし加入年齢は約20年間も変わらず、満59歳に固定されていたために、加入が終了したから受給開始までの加入の空白と所得の断絶が発生する点が問題として指摘されてきた。年金特別委員会は、財政赤字が深刻な公務員、軍人、私学年金については追加の財政安定化案を検討するという方針だ。それではネットの反応です。ふざけるのは止めなさい。最初の原案通り施行しなさい。国民のお金を適当に使ったから受給を遅らせる気か。国会議員の給料と年金をまず減らせ。年金をもらえる前に死んだら、これまで払ったお金を家族に全て返せ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。